沈む言館は長野県上田市小安祖にある美術館。一応は施設の美術館として知られているが、館主の久保島誠一郎が著書の中で何度も書いているように、美術館なのか戦没者の追悼施設なのか、その性格は不明瞭である。第二次世界大戦で没した画学生の異例を掲げて作られた美術館で美術館。 品野デッサン館の文館として1997年に開館した。館主は久保島誠一郎。自らも出生経験を持つ画家の野宮山行司と共に全国を回って戦没画学生の遺族を訪問して遺作を収集した。第53回菊池博士賞受賞。2008年9月21日に無言館第2展示館。 傷ついたガフのドームオリーブの読書館がオープンした。久保島がしばしば尋ねられる質問の一つが無言館の名前の由来である。そのような質問をされた時に久保島は二通りの答えを用意している。一つは展示される絵画は何も語らず無言ではあるが見る側に多くを語りかけるという意味で命名したというもの。もう一つは客もまた展示される絵画を見て 無言になるという意味をも含んでいるのだというものである。しかし、これらは後付けされた公式説明であり、実際には遺族を回って絵画の帰宅をお願いしている間にふと思いついたというのが真相で、はっきりとした理由があったわけではない旨、久保島自身が書いている。無言間接率に至るまでに道のりは意外に長く、また、かなりの部分無計画に作られた美術館である。 久保島が無言館を作った営因は、開館よりはるか昔の1977年の夏にまで遡る。この年、日本放送出版協会から、祈りの画集、戦没画学生の記録という小さな画集が刊行された。この本は、1974年9月に NHK で放送された、NHK 文化展望、祈りの画集のある意味で延長線上に作られたもので、 最初の約3分の1が戦没画学生の絵や彫刻のカラー印刷に当てられており、その後に画家の野見山行司、詩人の捜査婚、評論家の安田武氏による取材記録の文章が掲載されている。放送内容の反響が大きかったことから、全国の戦没画学生の遺族を回ってその作品をさらに発掘する過程を描いたものである。久保島は、 発売されて、すぐにこの画集を偶然手に取り、特にその中の飲み山行事の文章に強い感銘を受けたものの、その後すぐに無言間接率へ繋がるような行動を久保島が取ったわけではなかったが、久保島曰く、この経験は無言間接率に決定的な要因となった。それから、かなり歳月が流れた1995年、久保島は自身が経営していた。 施設美術館、品野デッサン館で毎年開かれていた開拓に、飲み山を講演者として招いた。飲み山は、昔から一万鉄五郎や村山海太のファンであった、ことから、講演を依頼したものである。講演の後、久保島は、品野デッサン館近くにある別所温泉で、個人的に、飲み山の話を聞く機会に恵まれた。その時、祈りの画集出版時の担当編集者が、 たまたま同席したため、自然と戦没画学生の話題になり、戦没画学生について詳しい話を聞けたことが、無言間接率の直接的なきっかけになった。戦没画学生の作品収集に関して、当初、野見山は、否定的だった。遺族を探すだけでも手間のかかる仕事であり、さらに作品の発掘、収集にかかる労力が膨大であること、資金的な問題。 作品展示の計画が失敗した時の絵の返却などの後始末の問題など個人として行うには負担が大きすぎるというのが理由だった。久保島はしつこく飲み山の元を訪れて説得にかかり結局は飲山がこんな消して二人で遺族の元を訪れることにした。遺族の訪問は比較的資料の揃っていた東京美術学校出身の戦没画学生の 遺族から始められた。1995年の4月から翌年の12月末頃までの約1年半をかけて、飲み山、久保島の二人で遺族の家を回った。この時には全部で約30家族のもとを訪問したが、途中で飲み山が古典の準備で忙しくなったため、二人で一緒に回ったのは10家族くらいで、残りは久保島が一人で回った。 東京美術学校出身者から始められた作品収集は、その後、帝国美術学校、京都絵画専門学校出身者や独学例を学んだ画学生にも広げられた。全般に、遺族には好意的に話を聞いてもらえたが、一部では身元をかなり、怪しまれたり、邪剣に扱われたりした。日本の敗戦後間もなくの頃、 個人の戦友であるとか古い友人であるなどと語って、遺族を騙し、金品を巻き上げる詐欺が横行したことがあり、その被害に遭った遺族も少なくなかったようである。遺族の家を訪問して、遺作の企画を依頼して回り始めた当初は、それほど作品が集まるとも思っていなかったため、品野デッサン館の片隅のスペースで展示できるものと、軽く考えていたが、次第に集まる、作品数が増え、 スペース不足の問題が生じ出した。そのため、別途、新たに美術館を作ろうと考えたが、建設用の土地に当てがあったわけでもなく、建設資金をどうするかもそれほど明確なビジョンがあったわけでもない。結局、建設費の半分は全国から寄付金を集めることでまかない、残りの半分は久保島個人の銀行からの借金で不足分を補った。寄付金は、 全国の約3800人から合計約4000万円が集まった。寄付金は大口の申し出もあったが、全国からの小口の寄付でまかないたいとの久保島、飲み山の意向で大口の寄付は断っていた。また、上田市が参拝処理用に使っていた土地を上田市長が安くで賃貸するとたまたま申し出たので、建設地の問題もなんとかなった。こうして、 様々な行行に恵まれて、無言館は開館した。開館当初は年間入場者数約10万人を数えたが、2010年頃の数字で年間約5万人にまで前減している。開館当初や、戦後50年、60年などの節目になると、マスコミが集中的に取材に訪れることが多く、その度に、館守の久保島は非常に居心地が悪い思いをしていると、 定期的に著書で書いている。開館時の収蔵品の画学生の数37名、作品数は約80点と少なかったが、その後は増加し、2010年頃の数字で作者数108名、作品数6 0予点を数えている。しかし、同時に収蔵作品数が増えたことで展示スペースの問題から無言感に展示できない作品が多くなり、 そのことに不満を抱く遺族が増えてきた。その問題を解決するために、2008年9月に無言館に隣接して、第二展示館として、傷ついた画布のドームが作られた。建設資金は、無言館の時と同様に全国からの寄付で賄われた。2004年の春に、無言館の入り口前に、記憶のパレットという名で、戦没が学生の慰霊碑が作られた。 記憶のパレットは、名前の通りパレットの形状をした、慰霊碑で、重量、約23トンの黒見影石で作られている。この慰霊碑も無言館と同様、全国から約1000人の特殊館による寄付金で賄われた。この慰霊碑には、戦没が学生489名の名前が刻まれているが、うち、約3分の1は無縁物で、親族が不明であるだけでなく、 遺作も確認されておらず、卒業者名簿や戦没者名簿に名前が確認されているのみである。日本国内では大きさのある質の高い黒見影石の入手は困難だったことから中国山聖書河北地区の石が使われることになり、記憶のパレットの上部に掘られた授業風景の部分が中国国内で転刻された。残りの画学生の名前の転刻は、 日本国内で行われた。2005年6月18日、この記憶のパレットに何者かが赤ペンキをぶちまけるという事件が発生した。中央部の約3分の1にわたって赤ペンキがかけられただけでなく、ペンキは何種類かの塗料と薬剤を混ぜて粘着性を高め、ペンキが落ちにくいよう意図的に作られていたという悪質なものだった。当然のこととして、 犯行には何らかの政治的な意図があることが疑われ、遺族たちは非常に怒ったが、結局犯人は捕まらなかった。監守の久保島誠一郎は、遺族や関係者の反対を押し切って赤ペンキの一部をそのまま残すことにしたため、現在でもその痕跡を見ることができる。無言官顧問の野宮山行事は、監守の久保島よりも、さらに強硬で、事件があった事実を残すために、 赤ペンキを完全に残すように主張したが、結局折れて、保島に従った。ありがとうございます。